お客様は神様でしょ。昨日近所の喫茶店でオレンジジュースを注文しました。娘は冷たいのが苦手だから氷は入れないでねと加えて言いました。店員が持ってきたジュースはコップ6分目に入れたオレンジジュースでした。氷は入っていません。私がケチケチしないでもっと入れて持ってきてよと言ったら、氷を入れない適正な量がこちらなので申し訳ございませんと謝罪。お客様はもっと大切にしなさいよ。いいから量を増やして持ってきたらどうなの。そんな精神だと店潰れるよ。ここ二度と使わないよと文句を言ったらようやく動きました。結局8分目にして持ってきてもらいました。最初から持ってきなさいと言ったら謝罪してましたがね。原価数円のものをちょっと増やして持ってこない精神は異常です。その店の入り口にはアルバイト募集時給880円からとありました。もっと高い時給で人を集めなければバイトといえども優秀な人材なんて集まるはずはありません。世の中はうまくできているもので、お金を出せばどんな家で辛い仕事でもいい人材が集まるようになっています。もっと企業努力してほしいですね。アルバイトの彼はクビにしてもっといい人材を雇うべきです。ごめんなさい、思い出してムカムカしたので話がそれました。昔はどんな会社もお客様は神様だ、お客様あっての我が社だという思想の下で働いていたはずです。今は株主が神様という思想が蔓延し、日本的な経営が壊れてしまった気がします。多分某 IT 社長や某ファンドのせいでしょう。お客様あってのお店です。お客様は神様であるという思想は崩壊したのでしょうか。それとも今は株主が神なのですか。誠に残念ですが、お客様は神様ではなく人間です。そのアルバイト店員もまたしかり。ああ、はい、わかりました。あなたは今流行りのモンスターペアレントってやつですね。娘さんお気の毒に。安い賃金の中、あなたみたいな人を四六時中文句の一つも漏らさず相手しているアルバイト店員にむしろ敬意を示すべきではないかと。